こんにちは。今日は天気にも恵まれ、絶好のコンディションの中で行われるゲームをお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田の黄金期を支えた福西崇史さんもお迎えしています。こういう組み合わせを待っていました。素晴らしい試合を期待しています。ゴール前に入ってきました。勝ち越しゴール来るか。鮮やかなタックル。ここにはアンリー、両チームのサポート。このシュートで勝ち越せるか。タックルが決まった。タックルが決まり、ボールはラインを割りました。仕掛けてくるのか。勝ち越しゴールなるか。ナイス、シュートを飛びついて止めた。ボルシア・ドルトムント、パスをつなげない。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。レバンドフスキー、ブラジルがボールをキープ。中盤でボールをカットしました。ボール、勝ち越し来るか。ボルシア・ドルトムントのスローインです。ロベルト・レバンドフスキー、ここでシュート、飛びついてなんとか止めました。グリット、さあどうだ。ここにはアンリー、ブラジルの攻撃です。いいパスだ。決まった。素晴らしいシュートだ。このプレーも見事ですが、パスも良かったですね。素晴らしい連携です。いい時間に取りました。あとわずかでホイッスルというタイミングで素晴らしいゴールです。後半に向けて勢いがつくでしょうね。試合の流れを変えるゴールだったと思います。キックオフから試合再開、ブラジルがリードしています。これは見事なパスカットです。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。後半戦キックオフです。試合はブラジルがリードしています。ブート、グーリット、グーリット、ペペ、流します。ブラジルプレオンです。これは見事なインターセプト。ボルシア・ドルトムントのスローイン。ボルシア・ドルトムントの選手交代です。ロベルト・レバンドフスキー、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。相手に渡ります。レバンドフスキー、チャンスです。レバンドフスキー、レバンドフスキー、同点です。ボルシア・ドルトムントが追いつきました。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。ブート、グーリット、サイドへパスを出します。グリット、うまく読んだインターセプト。ブート、グリット、
強烈なシュートでしたが、ボールはポストの外側へ。惜しかったですね。あと少し内側なら入っていたでしょう。ドルトムントの選手に交代があります。レバンドフスキー、レバンドフスキー入れば1点リード。ゴール、見事なシュートが決まりました。ここはうまく試合をリードしましたね。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。両チームとも動いてきました。キックオフから試合が始まりました。ブラジルはリードを許しています。ジダン、試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、とどめの一撃か。シュートの当たりが悪かった気がします。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ペペのタックル。試合終了です。ホームチームが勝利を収めました。いや、最後の最後に見事な決勝ゴールが生まれましたね。